会の裁判傍聴で特に私の心を揺さぶったのは被害の壮絶さだった。亡くなった方と怪我を負った方の名前と症状、死因が羅列され私は絶句した。バベル裁判所。令和元年7月18日、新時代は忘れることのできない最悪な事件で幕を開けた。俺の作品をバグりやがって。男の名は青葉真司。アニメ制作会社京都アニメーションに火を放った事件、この男の狂った憎悪に36名もの罪のない人々が焼かれ命を奪われた。バイタル低下、搬送急げ、道を開けて。しかし青葉本人は炎に巻かれながらも医師たちの懸命な治療により 97% 死ぬとの見立てを覆し、この世に命を残した。決して償いきれない業を背負ったこの男をなぜ生かしたのだろうか。助かったとしても死刑は免れないだろうに。青葉は幼い頃、両親と兄、妹の5人家族で暮らしていた。いつもいつもタラタラ食いやがってよ。なんでそんなに食うのが遅いんだ。え？言ってみろ。早くしろってんだよ、おい。父は怒ると早口でまくし立てるような男だった。その怒鳴り声はアパート中に響いていたという。行かないで！うるせえ！もう関係ねえんだよ。父親には前妻との間に6人の子供がいたが、それを捨て今の妻、つまり青葉の母親と結婚した。青葉の両親は不倫の末の略奪婚であった。荒れた家庭環境であったが、青葉自身は元気に育っていたという。運動会でリレーを優勝できてとても嬉しかったです。小学校の頃の文集でも運動会の思い出を書いており、性格は明るく手のかかるような子ではなかったそうだ。ところが、お母さんどこ行くの？お母さんはね、もう信二たちとは暮らさないの。じゃあね。9歳の頃に両親が離婚、母親は青葉たち幼い兄弟を捨てあっさりと出て行ってしまった。それからは父親と兄と妹の4人暮らしになった。この頃から父のしつけは一層厳しくなった。中学に上がり、青葉は柔道部に入り県大会で準優勝を果たす。しかし、そんなくだらねえもん燃やせ。父の理不尽に理由などない。それでも青葉は言うことを聞くしかなかった。誉れも尊厳も青葉は奪われた。彼は子供ながらに父を憎み出て行った母を恨んだ。誰にもすがることができず、ただ父親に怯えるだけしかできない日々。父の虐待は日常茶飯事すぎてよく覚えていません。後の法廷で青葉自身はそう悲しく証言した。そんなある、 おい大丈夫か、おい。タクシーの運転手をしていた父親が人身事故を起こしてしまう。その結果、父親はタクシー会社を解雇され収入がなくなってしまう。もともと彼と女にだらしなかった父親に蓄えなどあるはずもなく、アパートの家賃が払えなくなり転居。青葉自身も転校を余儀なくされた。一人ぼっちだ。転校先に馴染めず不登校になってしまった。青葉が完全に社会から孤立してしまった瞬間である。体が大きくなったこともあり、青葉は父親に反撃し、それ以降虐待は止んでいた。交尾してるようなクズ、子に手をあげるクズ、俺が泣かされてるのに助けないクズども、平和ボケしたクズども、この世に俺の味方なんていない。中学卒業と同時に青葉は家を飛び出した。昼は役所の文書課で働き、夜は定時制高校に通う。しかし家族関係は悪化し、青葉の暮らすアパートを訪れた兄を門前払い。俺に関わるな。社会どころか家族ともたもとを分かっていた。深い海の底にたった一人でいるかのような青葉だが、定時制高校で運命の出会いを果たす。青葉ってなんか趣味とかあるの？別に何もないっす。え？だったらこのゲームやってみない？先輩から勧められたこのゲームは青葉を強烈な光で照らした。アニメって最高だ。青葉はゲームを元にして作ったアニメにドハマり、そのアニメを作った制作会社こそが京アニだった。これこそが青葉と京アニの初めての接点である。初公判でも京アニの鈴宮春日の憂鬱というアニメに感銘を受け小説を書き始めたと供述している。それとは裏腹に青葉を取り巻く環境は激変し始める。父親の自殺である。その原因は不明だが、部屋中血だらけになるほど凄惨なものだった。葬式が開かれたが、参列する者はほとんどおらず、もしは兄が務めたが、妹も青葉自身も顔を出すことすらしなかった。この時ばかりはさすがに母親も青葉に会いに現れた。実に10年ぶりの再会であった。久しぶりね、大きくなったわね。青葉は一言も話さず、実の母親を睨み拒絶するように部屋の中に入っていった。
父親の死から5年、今度は妹が自殺した。この時青葉が何を思っていたかはわからない。しかし彼の中で何かが崩れ落ちていったことは間違いないだろう。男はこの先の人生一層深い闇に落ちていく。それから2年、青葉は女性宅に侵入し下着を窃盗し警察に逮捕された。判決は執行猶予がついたが、身元引受人は母親しかいなかった。安心して、僕も真嗣君を実の息子のように思うから。母親は再婚しており義理の父親とも暮らすことになる。だがそんな生活がうまくいくはずもなく。夢がないのがそんなに悪いのか。俺は夢も希望もない最低の人間だって言いたいんだろ。え、どうなんだ、もう一度言ってみろや。母親の再婚相手から夢はないのかと聞かれ、青葉は激高。怒ると早口でまくし立てるところ、あの人そっくりね。すぐ退店の相手であった父親と同じと言われ、青葉は震えた。結局母親とうまくいくことはなく、青葉は金を出せ殺すぞ。2012年にコンビニ強盗を働き、今度は3年6ヶ月の実刑判決を受ける。家も職も転々とし、生活保護も受けている現状に嫌気がさし、母も兄もガソリンで燃やしてやろうかとも考えたと供述していた。刑務所に入った青葉だったが、彼はダノベ作家になるんだ、俺はあの京アニの女監督に認められたんだ。ネット掲示板に投稿したラノベが京アニ女性監督を名乗る人物に褒められたことがあった。よくその女性監督と恋愛関係になる妄想をしていた。刑期を終えた青葉は服役中に書き溜めたラノベを京アニが主催するコンクールに応募。これで俺も作家デビュー、監督もこれを読んでくれるんだろうな。1年後にデビュー、5年後に家を買う、10年後に大御所というまさに前途洋々な展望を抱いていた。しかし、なんで全部落選なんだよ。青葉のラノベは大賞どころか一次審査も通過することができなかった。心の拠り所だった女性監督に褒められたという事実も現実の壁の高さを前に何の意味もなさなかった。それからしばらくして、なんだこれは、全部俺のアイディアじゃないか、このアニメも、このアニメも。裁判でも京アニ制作の軽音フリーツルネにおいてアイディアが盗用されたと主張。しかしどれもパクリとは言い難いものばかりであった。俺のアイディアを盗みやがって、京アニメ俺の人生をめちゃくちゃにしやがって、俺に色目使いやがったあの女監督も、社員も連帯責任で同罪だ。逆恨みもいいところではあるが、このことが青葉の狂気のトリガーとなった。青葉は京アニへの復讐を決意した。2019年7月15日、青葉は京アニのある京都に移動。宇治市にある本社ビルと第二スタジオを下見。同年7月17日、包丁を6本用意し、ガソリンを入れる蛍光管と運ぶための台車を購入。そして事件当日の7月18日、犯行現場付近のガソリンスタンドからガソリンを購入。何に使うんです？ちょっと発電機を買いまして。だからよく燃えてくれないと困るんですよ。ほう。青葉は憎悪と毛筆を携え京アニ第一スタジオへと向かった。そして、どういったご用でしょうか。お前らは人のアイデアをパクったクソどもだ、全部燃やしてやるよ。青葉は撒き散らしたガソリンに火を放った。引火したガソリンは爆音とともに全てを飲み込んだ。青葉自身予想していなかったらしく、たまらず外に逃げ出した。おい動くな、俺に触るな、お前ら怖んだろ、俺の作品をパクりやがって、お前らも分かってんだろ。大やけどを負いながらもわめき続けた青葉、死者36名、負傷者33名、明治以降最大の被害者を出した事件となった。これだけの犠牲者を出したのは京アニのスタジオの構造が原因の一つである。内部に1階から3階まで吹き抜けの螺旋階段があり、それがまるで煙突のように熱と煙を一気に建物中に広げたようだ。データによれば1階よりも3階の方が死者が多い。引火から2分、建物中に前も見えないくらいの黒煙が広がった。うわあ、飛ぶんだ、飛ばなきゃ死ぬぞ。無理、そんなの無理よ。2階にいた31人のうち11人が死亡、生き残った20人のうち18名が2階から飛び降りて生存したという。そしてこの大事件から数日後、熱傷に強い近畿大学病院、重症者を引き受けると各所に連絡すると、どうしても救わなければいけない男がいる、頼めるか。まさか。ああ、すぐに送ってくれ。そう、この事件を起こした張本人、青葉である。医師たちの中にも青葉の治療に対する葛藤をする者もいた。治療しても助かりこないです、それにどうせ死刑になる人間を助けて何になるんですか。生きてきちんと謝らせる、自分の罪に向き合わせる、死に逃げさせちゃダメだ。死亡率 97%、
100%。絶対に救ってみせる。主治医の信念はぶれなかった。アーバ容疑者の容体はどうですか？治療することに批判の声が上がってますが。そんな中、マスコミの取材は医師たちの自宅にまで及び、いつ死んでもおかしくないアオバからひとときも目を離せず、医師たちの疲労はピークに達していた。それでも医師や看護師たちはアオバを治療し続けた。交代変えますね。その間もアオバの容体が悪くなることは何度もあった。諦めるんじゃない、生きろ。医師たちの中でも助けられないかもしれないから、絶対に助けなければいけないという思いに変わっていったという。青葉さん、私の声が聞こえる？そして医師たちの懸命の治療が功を奏し、青葉はこの世に命を残した。5度の手術を乗り越え、青葉の容体は回復に向かっていった。声が出せる。そしてついには会話することができるまでに至った。なんでこんな俺なんかのために。私たちは患者と全力で向き合っただけだよ。ありがとう、ありがとう。今まで周囲に敵しかおらず、孤独な人生を歩んだ青は、彼はこの時初めて自分に向き合う人がこの世にいるのだと気づいた。その日は一日中ベッドの中で泣いていたという。そして事件発生から10ヶ月後の2020年5月27日、青葉はようやく逮捕された。そんな奴を治療するな、殺せという批判を受ける中、治療に当たった医師たちの願いは一つ。青葉が自分のしたことに向き合い、罪を償ってほしい。ただそれだけであった。2023年9月5日、青葉の初公判が京都地裁で行われた。東京に拠点を持つバベル裁判所だが、スタッフの一人が現地を訪れた。悠然と裁判所に向かったが、有名な事件なだけあり、とんでもない人だかりができていた。完全に想定外である。後に分かったことだが、用意された傍聴席は35、傍聴希望者は500人を超えていたらしい。倍率は14倍余り。果たして結果は。なんと見事当選、激アツである。ここからは初公判をつぶさに観察した生の様子をお届けしよう。法廷に入場し、しばらくすると被告人が入場してきた。言葉を選ばず、あえて感じたまま言葉にするのであれば、ニートっぽい風体。まともに働いたことがないのだろうな、という印象を受けた。罪なき多くの命を奪った殺人鬼とは到底思えなかった。長袖、長ズボンを着用し、マスクをしていたため、やけどの跡はほとんど確認できなかった。初公判では、検察側と被告人の弁護士側が、それぞれの立場から事件の経緯などについて説明。弁護側は被告人が闇の人物への復讐だったという主張などから心神喪失による無罪を主張。検察はそういった行動は被告人のパーソナリティであり心神喪失には当たらないという主張でぶつかった。その際私は信じられない、いや信じたくないものを目にした。なんと被告人青葉がこくりこくりと船を漕いでいるように見えたのだ。正直見間違いかと思った。だが何度も体を揺らしてガクガクと震えていた。席が決まっている関係上寝顔は見れなかったが、あれは間違いなく居眠りをしていたと私は思う。今回の裁判傍聴で特に私の心を揺さぶったのは被害の壮絶さだった。亡くなった方と怪我を負った方の名前と症状、死因が羅列され、私は絶句した。そして消防職員の供述調書が朗読された。10時48分頃建物に到着。路上に8人くらいの火傷を負った人が倒れており、これは普通の火事じゃないと悟りました。0時頃になっても鎮火には至らず、あまりにも遺体が多すぎて道路上に並べるのが困難なほどでした。35年のうちでこれほどの惨憺たる現場を見たのは初めてです。そして2階にいた職員の供述調書。イヤホンをしていても聞こえるほどの悲鳴が螺旋階段から聞こえてきました。そちらに目をやるとキノコ雲のような爆発が見え、すぐにカバンを手に取って避難訓練通り移動しました。しかしベランダの窓は動かず、開けて開けてと必死に叫びました。必死に外の空気を吸おうと思ったのですが、すすのような煙を吸ってしまい耐えられないような暑さを感じ、本気で死を予感しました。それこそ必死で窓を殴ったりしましたが、びくともしませんでした。そうして徐々に室内からの悲鳴も聞こえなくなった頃、ようやく窓が割れベランダに出ることができて、私は助かることができました。今回の傍聴で私は特に被害状況の壮絶さに言葉に表せないほどの深いショックを受けた。まるで自分がその場にいるかのような、実際に体が燃えているんじゃないかと錯覚するほどの凄惨な状況が調書には記されていた。青葉がどれほど真剣に裁判に向き合っているか、初公判の時点では私は分からなかった。
誰からも愛されることなく孤独に身を置き、周囲すべてを敵だと思っていた青葉。そんな自分にも甲斐しく治療に当たってくれた医療従事者たちの姿勢を見て、彼はもう自暴自棄になってはいけない、考え直さなくてはいけないと語ったそうだ。医師たちの思いを受けて、この世に生を残した彼は自分の罪と向き合うのだろうか。それはこれからの裁判で明らかになっていくことだろう。次回の動画はネパールに実在する生きた女神の実態。笑ってはいけない、地に足をつけるのもダメ、人々に信仰される幼い少女たちの衝撃の生活とは。次回もまた見てくださいね。チャンネル登録もお願いします。